こんにちは、小笠原です。今回はクメイ法の反応機構を見てみたいと思います。これちょっと航行範囲は超えるんですけれども、ぜひ頑張って理解してほしいと思います。まあ、クメイ法っていうのは3つのステップがあって、まずベンゼンとプロピレンからクメイができるところがあります。でクメイがクメイヒドロペルオキシドになって、最終的にフェノールとアセトンになる。これがクメイ法なんですけれども、この最初のところですね、プロピレンにベンゼンが付加するというような説明あるんですけど、実はベンゼンに対する給電子置換反応が起きていて、リーデルクラフツアルキル化というふうに言われることもある。このところがステップ1になります。それからここの酸化なんですけど、これ実はラジカル反応なんですね。ラジカル連鎖反応が起こって不明ヒドロペルオキシドができています。そして最後のところはね、これがセドがパッと抜けるなんて言いましたけど、本当のところはアニオン転移というのが起きていて、それで3分解してフェノールとアセトンができています。3つのステップに分けて、実際にどんな反応が起きているのかをちょっと丁寧に見ていきたいと思います。はい、ではまずベンゼンとプロピレンからクメができるところなんですけれども、ここをちょっと詳しく見ていきたいと思います。この時触媒としてはリン酸系の触媒か塩化アルミニウムの触媒を使います。でこれはですね、プロペンにベンゼンが付加するっていうふうに教科書の方は書いてあるんですけれども、ベンゼン側から見るとですね、置換反応が起きているんです。この置換反応は給電子置換反応で、それから別の見方をしますと、ここにアルキル基が入っていますので、アルキル化と見ることもできるんですね。でベンゼンに対する付加反応の時には、他の時もそうでしたが、ニトロ化の時もハロゲン化の時もそうでしたけれども、陽イオンを作って反応しています。ここでもやはり陽イオンができて給電子置換反応が起きているんですね。ではもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい、ではベンゼンとプロピレンの反応のところをステップ4で見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、プロピレンに H プラスが付加します。そして陽イオンができる。ここから反応が進むわけですね。このプラスが入る位置は実は真ん中と端と両方の方があるんですけれども、これ真ん中の方が安定になります。でこれはプラスに対して両サイドからですね、少し電子を受け取ることができる。これは片側からしか受け取ることができませんので、こちらの陽イオンの方が安定になります。ですので、こちらが次に陽イオンになって、いよいよベンゼンの方に近づくことができます。いつも言ってますけど、ベンゼン間の上下にはパイ電子があって、プラスマイナスは近づけないんですね。でこれ陽イオンですから近づけます。近づいていって孵化してしまう。そうするとこんな状態になります。陽イオンが生じてベンゼンに陽イオンが孵化します。で次に何が起きるかと言いますと、こんな状態になってますので、ここから H プラスが外れます。外れた時に電子対がここに置いていきます。そうするとクメンと H プラスができることになる。 H プラスは最初に入って最後に外れますので、結局プラスマイナスゼロになるわけですね。これが一番最初のクメンができるところで、陽イオンができて置換反応が起きてますので、給電子置換反応が起きていることになります。次はステップ2のクメンからクメンヒドロペルオキシドができるところの反応です。ここは実はラジカル反応ですね。ラジカルでしかも連鎖反応になっています。ラジカル連鎖が起こって、反応的には酸素がここに入ってますけど、これは空気中の酸素を使います。で少し高温にしてこの反応を起こしたわけです。ではこの反応を詳しく見ていきたいと思います。ではラジカル、連鎖反応を見ていきたいと思います。クメンに対して、まず最初のラジカルが反応して、この H を引き抜いてくれます。そうするとここにこんなラジカルができます。でラジカルになりますと、すごい反応がしやすくなりますので、この状態になると酸素と反応して、酸素が入ったラジカルを作ることができるようになります。でこれができますとですね、これがクメンと反応してクメンから H プラスを奪うんですね。そしてこちら側をラジカルにします。そうしますと、ここに O が入り込んで、クメンヒドロペルオキシドができるわけです。そしてこれができましたら、はい、また酸素と結びついて、O が入ったこのラジカルを作る。そしてこれがまたクメンから H を引き抜いて、クメンヒドロペルオキシドができて、また再び、これがまたこのラジカルができるわけですね。そしてまた酸素と結びついて、酸素が入ったラジカルを作り、
またクメンから H を引き抜いてクメンヒドロペクメロキシドができてまたアラジカルができる。でこのことが繰り返されていく。でこれによって反応がどんどん進むんですね。でちょっときっかけ疑問があっていて、一番最初のラジカル、まあ、1回ラジカルが出てできてしまうとどんどん、連鎖的に反応が起きます。ですのでラジカル連鎖反応って言ってるんですけど、最初のラジカルどこにあったんだろうっていうことですが、まあ、特別に何かラジカル加湿剤を入れていることはなさそうなんです。おそらく熱で最初分解するやつができて、一つこれができればこれがきっかけになってラジカル反応進んでいきますので、まあ、最初のラジカルは、熱分解したものがラジカルになっているんじゃないかと思われます。こんな風にクメンヒドロペクメロキシドができるところはラジカル反応で反応が進んでいきます。最後のステップはいよいよクメンヒドロペロキシドが、まあ、熱分解してフェノールとアセトンになる、ここの反応なんですね。反応条件は、まあ、希硫酸を加えて60度から90度のようなんです。でここのところで、ね、実はフェニル基の転移、アニオン転移というものが起きているんですね。そして熱分解をしている。まあ、こんなところを詳しく見ていきたいと思います。はい、では最後のステップですね。クメンヒドロペロキシドから、フェノールとアセトンができるところの細かい、反応機構を見ていきたいと思います。まず H プラスが孵化します。 H プラスが孵化して水を取ってしまうんですね。そうしますとここに陽イオンができます。でこんな陽イオンができる。でこれとこれは同じものです。ちょっと向きを入れ替えただけ。でこれはですね、 O がプラスを持っているんで非常に不安定なんですね。これは何とか解消しようとします。どんな解消をするかっていうと、大胆な解消ですね。このプラスはここにベンゼン環に2倍電子がありますから、こちら側の方に近づいてなんと位置を交換してしまいます。でフェニル基がちょうど転移した形になりますね。フェニル基がこっちにくっつく形になる。フェニル基が移動してこんな形の陽イオンを作る。でこれができますと、これに水がくっつきます。水がくっつくとこんな風にで H プラスが外れます。でこれが実はね、ヘミアセタール構造といって、これ糖のところで出てくるやつなんですけど、不安定なんですね。これが変わろうとするんです。でこのヘミアセタール構造のところに H プラスがくっつきます。ここにくっつきます。ここにくっついて、でまた H プラスをパーンと外すときに、ここでフェノールができてアセトンができて H プラスが外れる。ですのでちゃんとフェノールとアセトンと H プラスとなる。これが一番最後のところのステップになります。